県立九十九里自然公園、大阪部岬行部岬は、屏風が浦南端に位置する千葉県旭市の太平洋に突出する岬。県立九十九里自然公園の園地として植え、長井自然公園が整備され、飯岡灯台、飯岡行部岬展望館がある。岬からの眺望は、日本夜景遺産、日本の夜景百選、日本の夕日、朝日百選。 関東の富士見百景に選定されている。九十九里浜東端、長子市から続く、切り立った断崖、屏部ヶ浦の南端に位置する。高さは65メートルで、下には、飯岡漁港から九十九里浜が、球場に連なり、対等先まで66キロメートルの砂浜が、続いている。岬の周辺は、県立九十九里自然公園の上、 長い自然公園施設として整備され、飯岡灯台や飯岡行部三崎展望館光と風などがあり、冬場は天気が良ければ富士山が見え、2月下旬は条件が良ければ富士山頂に夕日が沈むダイヤモンド富士が見えるとされている。周囲には明日の城のキャラクターの石像がある。作者の千葉哲也が飯岡町に在住していた時期があるための縁である。また、 近辺には、軽食の店やレストラン、宿泊施設がある。飯岡業部三崎展望館と、飯岡東大飯岡業部三崎展望館は、千葉県立九十九里自然公園の上、長い自然公園施設として整備された展望館。正式名称は、飯岡業部三崎展望館光と風。2001年にオープンし、1階に多目的室とトイレ、2階にパノラマ展示室。 3階に光と風のデッキ、最上階に展望台が整備されている。展望館を利用する研修旅行団体、学校児童生徒を対象に環境学習プログラムとして15から30分程度のガイドサービスも行っている。ありがとうございます。